サンプル程度に。いい。じゃ楽しみになってきた。じゃあどうしましょう。それでつけますか。ピカピカですか。これ怖いですね。あの素人なんで、素人が作ったピックアップを載せるみたいな感じ。いいんじゃない。やばい、かっこいいかも、もはや、はい、ボディいいんじゃないですかもそう、さっきちょっと話してたのと5つはちょっと多いかなって話したんですけど、この配置が素晴らしいので5つでも全然邪魔じゃないっていうか、見た目も的にも機能的にもいいかなっていう、うん、で、ね、はい、でこっから刺すみたいな、ね、そう、こういうイメージ今のところは、うんうん、あとこのピックアップのマウントの位置みたいなのっていうのも、あ、もうもちろん変えられますね。そうですよね、はい。基本的には60年代のジャズベースの位置を参考にしていただければいいかな。70年代はちょっと後ろに行ってるんですよ、1個分。特に考えてそこにしたわけじゃなく、でも全然たまたまそこになってでそれによって70年代のジャズベの方が音が基本的にちょっと固めでみたいな。これはどうですね、ファンの位置を寄せるんで、うんうんうん、特に意味もなくそうしちゃったっていう説があって、それでベイクランドかなんかのでこう2つピックアップ並んでるのがあるんですよ。それが結局70年代風にしたい、60年代風にしたいっていうんで、ピックアップ切り替えもできて、それで60年代風、70年代風で切り替えられるみたいな感じになったらしいんですけど、僕はそんなもう音が決まってしまえばそれでいいんで、もう多分前のこの形状が形状でいいと思う。はいはい、まああとは位置とかを細かくということですね。60年代のそのマウントの位置をちょっと、うん、調べてもらって、それ調べないと分かんないんで、ね、はい、60年代のマウントの位置です、はいはい、了解です、うん、このボディ多分ねいいと思うんですよね、うん、絶対4弦が鳴るはずなんですよ、こういう見た目で。ちょっと、うん、もっとやぼったくなるかなと思ってるんですけど、ここの形状が美しいからあんまりそんな感じもないですね。全体図はこんな感じですね。かっこいい、はい、どうですかね、うん、なんか良さそうですよね。よかった、一例のつもりで作ったんですけどもうこんな感じですね。あんまり使わないんですけど、ダウンでカチャってやると、あー、あのバネについてるやつですか。そうです、あの、はい、ドロップ D でもし可能ならつけたいですね。物がちゃんとあるかどうかちょっとまず調べてみますね、うん、はい、それ次第ちょっとヘッドの形をちょっとだけ伸ばしたりとか、うん、まあそれで対応できると思うんですけど、ちょっとまず物を調べてみたんですね、はい、うん、はい、かっこいいですよね。こういう風にしてこれちょっとだけ変えてみましょうか、試しに、うん、ちょっと変えると全然見た目変わっちゃったりするんで、なんだろう、この辺落としたりとかすると、もう見た目全然とか、まあ、これまだほんのちょびっとしかいじくってないですけど、うん、例えばこうやったらこういう見た目になったりとか、うん、これ全然違くないですか。やっぱ変わりましたね、顔がね、うん、これが元々なんですけど、あそう、ちょっとしか変えてないんですけど、本当だ。でこれをもっと深くするとか、こういうのって実際ね、うん、あのやってみないと分かんないんですけど、こうこうやって深くすると、難しいっすね、これちょっと深くするとちょっと違くないですか。もうなんかここの主張が強すぎますね。そうですよね、うん、正解がどこにあるのかっていうのは果てしなくこの追求して、はい、うん、ここちょっとわざとあえて返すとか、これをちょっと変えるともうまた違っちゃうんですね、うん、これ僕返した方がかっこいいと思ったんですけど、こうちょっと丸くするとちょっとボテッとした感じ、ボテッとしますね。バイオリン感じゃないけど、うん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 、ああいう洗練されてる感じとは違ってきます、ね、違いますよね、うん、これをこうするだけで、ああ全然違う微妙微妙でしょ。これって本当に2ミリとかの話、本当に2ミリぐらいしか多分動かしてないんですけど、これで変わっちゃうんですよ。だからすごいね、こういうやっぱねデザインとか結構頑張らないと、うん、やっぱオリジナルの形作るとなると、うん、こういうデザインもなんとなく感覚的にできると結構大変ですよね。なんか前言ってましたけど、やっぱこの辺とか、その辺ですよね、この辺とかをしてますよね、はい、すっきりさせたいなって、うん、僕の個人的な感覚の話なんですけど、うん、なんか結構ベースって、うん、ボディとヘッドのサイズ感が結構ヘッドが大きいなっていうイメージがあって、でそれをうまくボディとヘッドのサイズをバランスよく見えるようにできないかなっていうのは結構試行錯誤しながらやってて、それはやっぱ難しいですね。この辺ってもしかしたら主張が結構大きいから、アーチっていうかこう、あ、この辺を落としたい、落とした方がもしかしたら、ああなるほどなるほどなるほど、表のトップの材料の厚みを厚くし、まあこれぐらいあれば大丈夫なんですけど、薄い材料を使っちゃうと多分よろしくない可能性あるんですけど、まあ厚みのある材料だったら落とせると思いますね、
こういうことですか。そういうことです。そういうことです。こういうふうに落とすか、それかまあこう落とすかっていう話とか。ああ、そういうのもありますね、はい、なんかこうギターとエレキとかだとこういうふうに落としてますね。落としてるものもありますね。そういうのもありますね、うん、まあ、滑らかに落とすような感じでやってあげるのもありかもしれないですね、うん、デザインとして。ただまあある程度こう全体的に馴染むようにはしてあげたいですよね、うん、例えば SG みたいなのとか、ね、なんかこの辺の端っこを落としたりしてますけど、うん、こっち側にもちゃんと合うようにしてあげたい。あ、まあ、そうですね、そうですね、ピックガードが伸びるので、うん、はい、この辺は平らじゃないともうどうしようもないんですよ。そうですよね、基本的にピックガードが伸びるので、そうですよね、うん、はい、今できることはこれぐらいかなと。完璧です。もう大体見えたんじゃないですか、ね、そうですね、あとはもうというわけで、オリジナルベースを作ろう企画ということで、今日は西野くんの自宅兼工房の方にお邪魔して、西野くんがですね、もう事前にいろんなことを考えてくれまして、ヘッドの部分、ヘッドの形決まりましたね。あとボディの色とか決まって、ボディのざっくりとした、まあ、大体のこのイメージっていうのがすごくかっこいい感じになって、それも決まって、もうだからほとんど決まった僕の要望っていうか大体お伝えして、それはもうほとんどもうなんかこんな感じでどうですかっていう感じにはなってるので、まあ、あとは本当に細かい部分ですね。次回は実際に、設計図的なものをこれでいきましょうみたいな、できたものを見ながら、細かいところを打ち合わせしてこれでいきましょうっていうふうになったら、木材の加工とか実際の制作に取り掛かっていただくと、はい、感じですかね。そんな感じでよろしく。はい、そんな流れでございます。完成まで皆さん楽しみに。ありがとうございました。